この時間は田中さんに加計学園をめぐる閉会中審査、安倍政権はどうなるについてお話を聞きます。文科省の前川前事務次官、昨日学校法人加計学園の問題をめぐる衆議院での閉会中審査で、安倍総理の意向として文科省の獣医学部新設への対応を急ぐよう泉総理補佐官から促されたと主張しました。前川氏の答弁によりますと、泉氏が、泉さんというのは総理補佐官ですね、去年9月上旬に総理官邸に呼び出され、獣医学部新設への対応を早く進めるようにと求められたと。で、泉総理補佐官はその際に、総理は自分の口からは言えないから私が代わって言うと述べたということです。今回の閉会中審査におけるポイントの一つ、加計学園の獣医学部の新設、これをめぐってですね、官邸がどう関わっていたのかという点が大きいわけなんですが、田中さん、昨日の閉会中審査お聞きになっていかがだったでしょうか。まず、この加計学園問題、一体何が、法的、道義的、政治的に、首相、例えばですね、安倍首相に責任があるのか、全くわからなかったですね。はい。で、まあ、これをめぐっては、やはりですね、安倍政権を支持する人、また、反安倍勢力、もう、政治的な、論議の場になってしまって、なかなか、事実を追えないっていうところが、あると思うんですね。はい、で、実際に今日の、長官とかですね、ニュースを見てもですね、やはりそれぞれのマスコミの立ち位置によって、ニュースの切り取られ方が全く違うと。はい。いうので、私はですね、やはりもう答弁を丸ごと見ないと、もう何も本当のことはわからないな、と思いましたね。はい、ええー。で、特に重要なのはやはり昨日の前川さんのですね、発言も、非常に官僚的だなと、やはり思ってですね、聞いてましたが、事実の流れというのがあって、特に官僚っていうのはですね、責任を問われるのは、ともかく避けたいんです。はい、これ別に前川さんだけではなくて、私もデフレ脱却をですね、日銀に求めて、今も求め続けてますよ、もう熱く。はい、日銀もそうなんですが、官僚というのは、絶えず自分の責任を回避する体質ができています。はい、それとあと前例を踏襲するというですね、はい、これも一つの体質であるんですね。はい、この両方を前川さんは昨日フル回転していたなというのが僕の、素朴な印象です。特にですね、説明責任が一体誰に生じているのか、はい、どこの機関に生じているのか、これは、この獣医学部の設置についてはですね、明らかにこれは文科省が説明責任を持ってるんですね。はい、それがですね、一部の、マスコミの取り上げ方とかですね、識者の意見によれば、内閣府にあるみたいな。はい、または政権側にあると。それじゃないですね。はい、これはもう閣議決定なので、とっくの昔に決まっていまして、もしですね、規制緩和に反対する理由がある場合は、それは、所管の官庁。はい、この場合は、文部科学省ですが、が説明する責任がある。つまり、前川さんが説明責任を負わなきゃいけないんですよ。それがなぜかですね、悪魔の証明みたいに、政権側に、加計学園を誘導したのでは、加計学園ありきをやったのは、安倍政権であるとかですね、これは悪魔の証明みたいになってしまって、はい、なぜそもそも獣医学部新設を、認めないような動きが今まであったのか。で、もし、それに対してですね、獣医学部新設を今回認めたわけですよ、はい、流れとしては。一行限りですが、それをですね、もし反論があるならば、前川さんは事務次官の時に自分でそれを説明しなければいけなかったんですが、はい、彼はですね、事実を追っていくとですね、絶対認めたいんですが、去年のですね、3月の終わりに文科省はその理由を自ら言わなければいけなかったんです。はい、これ閣議決定で決まってたんですね。はい、で、それをやらなかったんですよ。ですんで、説明責任を放棄していますんで、これは流れ的に獣医学部の新設の動きが、進んでいくと。進んでいくのは当たり前なんですよ。で、実はですね、去年の3月の終わりに、もう決めなきゃいけなかったんですね。はい、それを文科省が説明責任を放棄したために、これ1年以上遅れたわけです。はい、だから当然ですね、安倍さんからすればですね、早くやるようにっていうのは、これは当たり前ですよ。もうね、スピードが遅くなっちゃってるわけだから。
でそういった意味では全然そういった法的にも道義的にも全く問題ないと、むしろ、このですね、国家戦略特区の枠組みから言えば、一刻も早く規制緩和をやるっていうのはこれ閣議決定で決まってて、それを何度も言いますが、守れなかったのは前川さんなんですよ。はい、つまり、彼はそういったことは昨日も全然認めてませんよね。つまりこう官僚的な、こうやはり責任を回避する体質が昨日のあれでは出ていたなと、まあ、思いますが、私はそう思うんですが、そう思わない方も結構いると。今だから田中さんの話でラジオ聞きの方もそうだよななんて思ってる方もいるし、やっぱりどうしてもそのお友達、安倍総理のお友達が加計学園の理事長だから、で早くやるようにっていうと、どうしてもそこでね、そうですね、なんか引っかかってくる人が、だからお友達っていうことに、お友達は罪なのですかというですね、それを言い出すとですね、もう魔女狩りになっちゃうんですよね。